これもちょっとタイトルがうろ覚えなんで、後でちょっと探して、この探すのはちょっと大変っていう、どうでも話しますけど、今日、29日、8月29日の日曜日だったんですけども、今深夜、27時、28時ぐらいになりますかね。まあ、温度は昨日よりは3度4度低くて、まあ29度ぐらいですかね、これ。あ、28度、7度ぐらいですか。昨日は多分30度超えだったんですよね。っていう、これまたちょっと暑い中頑張ってますせ PR はどうでもいいといたしまして。マウリストさんの曲、これはちょっとピンクで、まあこういうちょっと水分やりたかったのもありつつ、こういう、なんていうんですかね、チキンピッキング的なこういう構えに慣れた方がいいかなと思ってちょっとトライしています。指だけの方が、まあ音色もちょっとこう変化しやすいですし、自分は慣れではあるんですけど、まあでもこのピックを持ちながらっていうのもちょっと慣れできるところはちょっとそういうのでトライしていこうかなと。やっぱこうピック持った方が私の中ではすごく繊細になってきますので、この指の方の感覚っていうのは。それでこのマウリストさんの運指をインスタグラムで上げてる運指を見ると、この結構きついこう指使いされるんですよね。私次ですね、こう来るんですよ。マウリストさんは中指でやってるにもかかわらず中指をここに飛ばすっていうってことをやってるんですよね。で、って言って私はここにやったんですけど、マウリストさんのよく見るとここに飛ばすんですよね。いやー、こういうのはまあこういう訓練した方がいいのかなと思っちゃうほど、この中指さばきっていうのをすごくやってるっていうことで、そしてこの次の構えがまた私はこうやるんですけど、マウリストさんの場合はこうなんですよ。なんかこんなことやってるんですよ、おそらく。これはちょっと音が鳴りづらかったんで、これでもちょっとってやってたんですけど、なんかやっぱこういうのがニュアンスの方がいいって言った方がニュアンスが良かったかなと思って、まあ、私はこの小指を使いつつの構えなんですけども、マウリショウさんとか手のでかい人は、しかもエレキでやる場合は、で次もこうですね、でこういう感じでやります。私はこうやってもう全部の指を使ってたんですけど、マウリストさんはこれですからね。これでよくやるなと思うんですよ。まあちょっとまたこれリンクを貼っときてますんで確認していただきたいんですけどもね。いや、そうやって慣れてる人はこうやってできるのかなという、だから本当に人それぞれで運指を決めていかないと、弾けるものも弾けないなっていう。まあでももしかしたらそっちに強制した方が後で多様性の運指ができるのかなっていう、こう目論みもありつつ、やっぱりちょっとあまりにも小指を使った方が私は力力まないでできるので、やっぱ小指を使ってみましたっていうところで、あとはこういう終わり方は私が勝手につけております。的な感じで、マリサさんの、何でしたっけ、曲を、残暑厳しいカーカスだって感じで、お届けいたしました。おくたびれしました。ありがとうございました。